にちは。モーライと申します。今日はですね、どうにいいこと全部知りたいということで、話したいことはたくさんあって、ちょっと情報量が多いかもしれませんが、一つ一つ見ていきたいと思います。で、私は普段大学で脳の研究をしてますが、脳科学といってもですね、心理学ではなくて、脳細胞とか脳内物質とか、そういう細かいところから、研究してます。で、普段はね、ネズミを使ったりしてるんですが、そういう研究で分かってきた、脳と心の健康について、特に興味を持って、研究しているので、皆さんも気になるところではあると思いますが、認知症との絡みとかね、そういうことについてちょっと、今日はお話ししていきます。で、今日はですね、ぜひ、持ち帰っていただきたいメッセージはもう2つに集約されておりまして、脳というね、ニューロンっていうのが有名ですが、ニューロンだけではない脳っていうのをちょっと、知っていただいて、そうするとですね、少し脳に対する見方が変わるんじゃないかなというふうに、期待してます。それから2つ目は、脳は変われるっていうことで、脳というのはもう生涯変化し続けられる、それはもちろんいい方にもってことですね。なので、新しいことにチャレンジし続ければどんどん変わっていけるんだ、脳の可能性は無限大なんだっていう、ちょっとそういうポジティブなことを、皆さんに、知っていただいて、で、その鍵を握っているのもこのニューロン以外の細胞ということになりますので、今日は、ね、この2つをぜひ覚えて帰っていただきたいと思います。で、軽く自己紹介をしますと、私はモーライというものと言いますが、今は東京都内にあるお茶の水女子大学というところで研究室をやっています。で、生体組織脳学というふうに言うんですけど、ちょっと何やら難しいですが、私がやりたいこの生体組織っていうのは脳とか、それから最近は腸もちょっと興味があってやってます。で、そういう来た組織がどうやって働くのかっていうことですね。で、特に脳です。もう高校生の頃からずっと脳の研究がしたくて、で、特にこの脳が生きてるってどういうことだろうとか、それから頭がいいってどういうことなんだろうとかね、そういうことを、ずっと研究しています。で、大学に来る前は、出身は北海道の函館っていうところで、大学から東京にやってきたんですけれども、お茶の水女子大学に来る前は理化学研究所というところで、研究してました。なので、幸いですね、もうずっと大学に入ってからずっと脳科学のことばっかりやってます、で、なんかこうあんまり一つのことに、集中してこう興味を持ってなくて、今推しとかで、昔はちょっとオタクって言ってたやつが羨ましくてですね、僕その一つのことになんかこう熱中できないんですよね。だから別に好きなアイドルとかもいないしなんですけど、唯一ずっと興味が続いているのがこの脳科学っていうことで、不思議なんですけど、自分でも、脳だけはちょっと興味がなくならないんですよね。もうかれこれ20年ぐらい、やってます。で、その元々はっていうと、高校生の時ちょっと字が小さいかもしれないですが、僕は北海道にいたんですけど、高校の時ボランティアクラブに入ってまして、で、そこで特別支援学校の運動会に参加したんですね。で、同世代の、重度知的障害というふうに診断された生徒さんと一日、過ごしたんですけれども、運動会ですから走るとか、そういう運動の働きとかですね、それから勝てば嬉しいし、負ければ悔しいしっていう、そういう感情の問題とか、あるいはお昼になったらお腹が空くし、ご飯を食べたらトイレに行きたくなるしっていう、そういう基本的なことは自分と何一つ変わらないっていうことに、衝撃を受けたんですね。人生観が変わるような思いがしました。今思えば当たり前なんだけれども、自分とは違うと思って参加してたので、全然違わないじゃんって思ってたんですね。ただやっぱりちょっと違う、やっぱりそのいわゆる知的障害っていうことなので、ちょっと違うんですよね。で、そのちょっとの違い、言い方悪いけど紙一重だ、それが何なんだろうってすごくこう思い悩んだというか、衝撃を受けてしまって、で、高校の図書館とかにこもってですね、心理学とか医学とか宗教とか、いろんな本を読んで、
ですが、自分が知りたいような答えはどこにもなかったんですね。でただ当時ちょうど脳科学ブームで養老孟司さんとか出てきた頃ですね。でなんか脳って面白そうだな、で答えがあるとしたら脳にあるんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、今その自分が知りたい答えがないんだったらもう自分でその謎を解き明かそうと思って、この時脳の研究者になろうというふうに決心しました、うん、でちょうどあの Google 検索とかが出てきた頃だったので、まあ、脳の研究ができる大学ってどういうところがあるのかなと調べて、まあ、できれば東京でみたいな感じで調べたところとあのいい先生が見つかりまして、でその先生のもとで研究をしたくて、まあ、大学を決めたっていう、ちょっともういわゆる普通の受験生とは違うんですけど、脳の研究のことしか考えてなかったっていう感じです。で、まあ、幸い今あの研究、してますが、研究者の仕事、まあ、大学の教員の仕事っていうのはもちろん教育研究がメインですが、それ以外にもこういうふうにですね、その最新の情報を発信するっていうのも最近は重要なミッションなんですね。なので今 SNS っていうのがありますが、まあ、いろいろやってます。これまた世代ごとに変わってくるんですよね。今の学生なんていうのは Facebook とかも全然見ないですし、昔 Twitter って言ってた、今 X って言いますが、これももうほとんど今学生見てないって言ってて、今この Instagram ってその画像でその情報を、ね、届けるやつを結構見ているっていうことなので、まあ、あの学生に合わせて発信する媒体を変えていかなきゃいけないですしですね、うん、まあ、YouTube とかもやってます。で今やってるのはこのインスピゼミっていうので、あの本を読むゼミをやってます。で巷にはその1冊の本を10冊で10分で紹介するとかっていうあの動画もあるんですけど、僕がやりたい、私がやりたいのは1冊の本をじっくり読むっていうやつで、今読んでるのはですね、こう天才科学者をこう考えるっていう、で読むだけで頭が良くなる151の試験という本があるんですが、これすごいいい本なのでぜひあの読んでいただきたいです。ただ、まあ、ちょっとやっぱり難しいので、まあ、これ一緒にこう読んでいく、うん、あの伴奏していくみたいな企画です。でこれ毎週火曜日の6時半、あ4時半です、ね、に、ライブ配信してますが、それをね、あの切り取ってあの YouTube にアップしたりしてます。この社会に役立つ脳科学っていう風にやってますので、まあ、もしお時間があればですね、あの YouTube で僕の名前を調べてもらえたら、あのいろいろ出てくると思うので、よろしくお願いします、うん、ということで、まあ、とにかく発信するっていうのはすごく大事なことですね、昨今特に、自分でしか自分をプロデュースしてくれていませんから、うん、で私はですね、脳科学っていうのは現代人の必修科目だっていうふうに普段から言ってます。でなんか科学っていうとすごく難しそうとか理系のものでしょって思われるかもしれませんが、まあ、脳はね、皆さん必ず一つは持ってるあの臓器ですから、自分のことをちゃんと理解するっていう意味でもちゃんと脳科学を正しく知るっていうのは重要かなと思って、まあ、そのお手伝いができればいいなと思って、発信を続けてます、うん、でむしろですね、その政治も経済も文学もアートも全部脳が作ってるものですから、あの政治家とか経営者とかそういう人たちが本当は脳科学をちゃんと学ばないといけないかというふうに思います、うん、まあ、政治家に届けるのはなかなか難しいんですが、今は経営者にですね、あの会社の経営している人が脳科学を学ぶ会っていうのを、まあ、主催したりしているわけです、うん、なので経営者っていうのはその自分自身とそれから従業員とその家族も含めて脳と心の健康というのを守っていかなきゃいけないわけですね、うん、まあ、いくら体が健康でも脳と心が健康でないと生き生きと働けませんからね、うん、ということで、まあ、仕事してる人とかそれからじゃあ引退したらどうなるんだろうとかね、サラリーマンとその管理職とどう違うんだろうとか、うん、あるいは女性だったらどうだろうとかね、あるいは子育て層、そしてお年寄り、うん、あるいは子供そのものもあるかもしれません。なのでライフステージに応じて脳の使い方って、どんどん変わっていくんですね、うん、なのでいろんな人にこう届けなきゃいけないなというふうに思っています。でいくつか本も出してますが、まあ、というわけでね、こういう謎々の本とかもこれは僕が書いたと監修したんですけども、
ちょっと見たり、それからこれは中高生でも読めるような本ですね。これ小学生でも読めそう、うん、で一般向けとしてはこういう本とか、あと最近の面白いニュースを紹介している本とかですね。これ図鑑とか、うん、で一番最近出たこの千曲新書は、どっちかというと千曲新書なので、ひょっとしたら文系の人も読めるよっていうふうに書いてます。でこれはありがたいことに発売からずっとAmazon ベストセラーになってますので、まあ、もし機会があれば手に取っていただければなと思います。でこれは一番最初に書いたものですが、これは講談社のブルーバックスっていう本で、まあ、ちょっと理系が好きな人が読むような本で、ちょっと前提とする知識がないと少し難しく感じるかもしれませんが、これはですね、ありがたいことに、講談社科学出版賞というのを、受賞しました、うん、で、まあ、こういうのね、アウトリーチっていうんですね。なので研究成果を発信していく、それからこういう市民講座をやったりとか、あるいはメディアに出るっていうのも重要なミッションだということです。で昨年はですね、このカズレーザーを学ぶっていう本にテレビに出させていただきましたし、それから、こういう市民講座をやったり、昨日も、学会があったんですが、その市民公開講座ということで文化学の達人というイベントを毎年やってるんですが、それの去年ですね、私達人に選んでいただいて、お話ししました。この様子も YouTube にアップされていますね。それから先日はこの小峠英一さんのなんて見たっていう番組があるんですが、これに出演させていただいて、ね、乃木坂のアイドルと一緒に共演してきましたということで、まあ、こういう、ね、活動もやっています。でここまでが自己紹介ですが、今日はですね、もうちょっと資料にないかもしれないですが、まあ、絵画の話から少し聞きたいなと思ってて、というのも、お手元に資料があって、多分次回 の話題がですね、海の話で、タツノオトシゴの絵が出てると思うんですけど、で脳の中にも海馬って呼ばれる部分があって、これ記憶の座ってよく言われていますが、なんで海馬っていうかというと、取り出してみるとこの鉄の落し子みたいな形をしてるんですよね。でこれはそれを輪切りにしているのでちょっと分かりづらいんですけど、ちょっとこういうくびれたような格好をしてます、うん、なのでもしお時間があればぜひその海の方をね聞いていただけたらと思うんですけど、私はその脳の中の話をします。海馬でこれは、100年前にゴルジュという人が、スケッチしたものですが、これ今どう見えるかというと、まあ、大体こんな風に見えるということですね。でこれはそのマウスの脳で、それを横から見ているです、ね、この白いのが全部この神経細胞というものですね。なので、まあ、脳の細胞からできている臓器なんだというのはよくわかると思うんですが、これをですね、全部こう見てみると、まあ、大体こんな感じで、こっちが頭の先っぽで、こっちが尻尾側ですね。だからここに辺に耳があってっていう感じです。でマウスっていうと、大体 25g ぐらいで手のひらに乗るぐらいなんですが、その脳っていうと皆さんの小指の先っぽぐらいの大きさです、ね、でそれを左右に分ける面で切って横から見てるのがこの写真です、うん、なのでこっちが前側で、こっちが耳側で、ずーっとこっちに体があるっていう感じです、ね、うん、で非常にこう綺麗に細胞が並んでいて、こういうふうにこう回路を作っていて、本当にコンピューターみたいだなと思って、これ私はねこれすごい美しいと思うんですけど、先ほど紹介したなんて美だっていうので、自分が一番美しいと思う写真を持ち寄ってくださいっていうのがあったんで、私はこれを持ってったんですよ。そしたら小峠さんに、お前サイコパスだなって言われたっていう話があります。これを美しいって思うのというのはちょっとなかなか確かにハードコアなのかもしれませんね。で、最近の面白いニュースをちょっとだけ駆け足で紹介したいんですが、こういうニュースがあって、死んだ豚の脳を体外で数時間生存させることに成功ということです。で、まあ、死んだものが生き返るというのはすごい驚きなんですが、まあ、だけど昔はその呼吸とか心臓が止まったら死ぬって思われてたんですが、まあ、医学が発達して今やその心肺蘇生というのが可能になりましたね。なので別に
心臓や呼吸が止まってもそれが不可逆的な死っていうふうに僕は言ってますが、元に戻せるっていうことなんです。というわけで、その脳死っていうことが、すごく話題になってですね、来たわけですが、まあ、脳死すらひょっとしたら不可逆的な死ではないかもしれないっていうことなんですね。でそもそも脳が死んでるってどういうふうに判断しているかというと、この脳波っていって脳が電気を発生しているんですが、まあ、これがあるかないかっていうのが一つの指標になっています。もちろんいろんな指標があって、簡単には判断できないんですが、まあ、脳が出している電気を測ってみて、それが完全にこうフラットにこうただの線になってたら、まあ、脳はこれは死んでるぞっていうふうに判断されるわけですね。ということはむしろ起きているときはこういうふうに波を打っているわけなんですが、まあ、これを見るとですね、例えば有名なのはアルファ波ですね。起きていてリラックスしているとこういう1秒間に10回ぐらいの割と速い波が出てきます。一方で、深い睡眠に入るとデルタ波でゆっくりとした波に変わります。で、さらに起きててもっと集中しているときはもっとこうちっちゃくて速い波が出てくるんですが、まあ、これをガンマ波とかって言ったりするんですね。なのでこの脳がどういう電気活動をしているかっていうのを測ると、まあ、今体がどういう状態にあるかっていうのが分かる、まあ、そういうその程度の指標です。で、ちょっと前にあの脳科学者の中野信子さんがですね、あの岸田総理大臣の脳波を測って、で、それを見てですね、総理あなたは総理大臣としての資質がありますとかって言って、あの大炎上したんですけど、脳波を見てその人がどういう人だとか、あのどういう資質があるかなんて分かるはずがないだろうって、そんなの科学者としておかしいんじゃないかって、占いと一緒だとかって言って大炎上してました。そうなので、あの、まあ、脳の電気活動を測れば、まあ、その人が何を考えているか分かるとかっていうのは、もうあれは本当に SF の話であって、うん、まあ、現実には難しいってことなんですね。まあ、だけど実際それを本気でやろうとしているのはこの人で、まあ、お騒がせの、まあ、イーロン・マスクっていう人ですが、彼はいろんな事業をやってますが、脳科学の事業もやってまして、ニューラリンクっていう会社を作ってですね、将来的には記憶をバックアップして、保存して、で、新しい体とかロボットに、ダウンロードすることで永久に生きたいんだっていう、本当に SF みたいなことを言ってるんですが、まあ、なのでこう脳にですね、髪の毛よりも細いワイヤーをこう何万本ってこう刺して、脳の電気活動をくまなく全部測るっていうことに、まあ、チャレンジしてるわけですね。で、これがもうついに人で臨床試験が始まってるっていうことで、うん、まあ、どうですかね、皆さんこういうのやりたいって思うかっていうことなんだけれども、うん、まあ、ただこれがうまくいくと、例えば体が動かなくなっても念じるだけで車椅子が動かせるとか、念じるだけでコンピューターに文字が入力できるとか、まあ、そういうことは実現可能になるだろうというふうに言われています。で、これはまあブレインテックって言うんですが、テクノロジーですね。ブレインテック、ブレインっていうのは脳ですね。テックっていうのはテクノロジーのことですか、うん、で、これは2024年までに、今年ですね、つまり、5兆円規模の大きな市場になって、その Google とか Apple とか Microsoft とか、そういう大きい会社がドカンと投資して、日常に普及するんじゃないかっていうふうに、言われてます。なので私の見立てではもう今年のもう秋冬ぐらいにはですね、この念じるだけでなんとかっていうデバイスが出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。なのでちょっと交互期待ですけど、ね、まあ、それはね、別に脳波っていうのは脳に直接何かを刺さなくても、これの上からでもちょっと測れるので、そういうこういう今ですね、こういう時計でこう心拍数を測ったりすることもできるように、こうなんかちょっとこうヘッドホンとかイヤホンとかつけておくことで、脳の活動を24時間365日ずっと測っておくということは、まあ、できるかもしれないということですね、うん、で、まあ、ということです。驚きですね。死んだものが生き返るかもしれない。これは、まあ、食肉加工場から取ってきた豚の脳をですね、研究室で特殊な領域に浸したらまた生き返ったということなんです。でも生き返ったといっても豚がまたブヒって泣いたというわけではなくて、まあ、脳細胞が活動を始めたということなんですね、うん、これは不思議です。で、もう一つ、
重要なニュースが、これですね。実験室で培養されたミニブレインから初めて人間のような脳波が確認されたということで、最近ではですね、いろんな臓器を作ることができるんですね。でこれはその、ノーベル賞を取りました iPS 細胞というのを、適切に刺激してあげるといろんな臓器ができるんですね、ちょっと文字が小さいんですけど。で、今いろんな臓器が作られてますが、脳もまた例外ではないということで、脳も作られちゃった、で脳ができたといってもこういうふうに塊でちゃんと脳って臓器が全部できたわけではなくて、本当にお皿の上にこうちっちゃいこう塊みたいなのができてるだけなんですけれども、でそれをですね測ってみるとちゃんと脳波が出てるってことなんです。で脳波が出るっていうことは、さっきも言ったように、何かこう脳が統合的な活動をしてる、ひょっとしたらこう意識みたいなのがあるのかもしれないということですね。でそうすると、じゃあその作った脳をもう使わないからっていうところで捨ててもいいのか、そういう倫理的な問題にも、つながってきますよね。で最近ではですね、目が見えなくなったラットの動物にこの脳オルガノイドを移植したらまた光を感じるようになったっていうニュースもあるんですね。なので脳移植ってそれもまたなんか SF の話だと思ってたのが、実はもう現実になるかもしれないということですね。そうすると、将来は藤井聡太君の脳みそを300万で売ってくれとか、大谷翔平だったら500万でどうだとか、そういうビジネスが実際成り立つかもしれませんよね、その脳移植。で、こういうちょっとこう背筋がゾッとするようなニュースもあるんですけれども、私の疑問としてはですね、でもこの脳って生きてるって言っていいんでしょうかっていうことなんですね。ただ細胞がごちゃっと集まっただけじゃないか、確かに脳波は出るかもしれないけど、じゃあ脳が電気活動するっていうだけで脳が生きてるって言っていいのかっていうことですね。でじゃあこいつはどうなんだっていうことで、今世間を賑わせている人工知能ですよね。で、2045年ぐらいまでにはもう人間よりも AI の方が賢くなって、みんな人の仕事は全部 AI に奪われるんだみたいなことを言ってる人もいますが、実際どうなんでしょうかね。でこれ AI がやってるのは実はこれ脳の真似なんですけど、脳ってこういうふうに電気活動してますから、これ電気活動したかしてないかっていうのをこう01で表現できますよね。あたかもこうバーコードみたいなんですけど、こういうふうに活動したしないっていうのをこう集めていくと0と1で表現できますよね。そうなのでこれがそのコンピューターに載せやすいんだっていうことです。で、実際ニューロンって神経細胞って回路を作ってますから、この回路をですねこういうふうに単純化して、おのおのが0か1を出すわけですね。で01、01、01ってなってて、それを足し合わせて例えば10を超えたら次に1を出すか、10を超えなかったら0を出すかみたいな風に計算させてっていうのをいっぱいつなげるわけです。で最近ではコンピューターが賢くなってますので、たくさんこれを仮想にすることができる、なのでディープラーニング、深いっていう風にディープっていう風に深層学習っていうわけですね。でこれでも意外なことができちゃうってことですね。結構賢い、チャット GPT とか使ったことある方もいらっしゃるかもしれませんが、非常に賢いですね。で画像認識とかもできるということです。で私は常々ですね、この AI に関しては昆虫の羽と鳥の翼のようなものだ、どっちがどっちかっていうのは別にどっちでもいいんですけど、例えばその昆虫の羽と鳥の翼っていうのは成り立ちもその息も全然違うんですけども、だけどどっちも同じ飛ぶっていう仕事をしてますよね。そういうものなのかな。だから知能とかっていうのを発揮するのに、計算したりするのに別に脳っていう方法を取らなくてもできるんだっていうことが分かった、それだけで価値があるんじゃないかなっていうふうに思います。私は常々ね、こう人類ってこう孤独だなと思ってて、この宇宙の中にそういう知能っていうのを分かち合える生き物が他にいないんだっていうのはすごい孤独だなと思ってたんですけど、こうやってその人の知能みたいなことをできるようなものを発明したことで、翻ってですね、その人の知能ってどういうものだったのかっていうのを改めて考えるいい機会になってるんじゃないかなということで、ちょっと楽観的に見てます。
で、まあ、今日ご紹介するように脳っていうのは別に入脳だけでできているわけじゃないので、その点ですね、だから AI は別に脳になることはないだろうなと思ってます。だから、まあ、AI がやがて人の仕事を全部奪ってみたいなことは、まあ、起こらないだろうなというふうに私は思ってます。まあ、ともかくですね、その疑問としては、その脳が生きているってどういうことなんだっていうことなんですね。これはちょっと哲学的な問いでもありますけど、どうしたら隣の人の脳が生きているって分かるんだ、本当に電気をかかるだけでいいのか、電気だったらその作った脳だって発生するんだぞということですよね、っていうことなんです。でこういうことに、ぶち当たってずっと研究を、してます。で私が知りたいのは、この例えば生き物がその外からの刺激に対して、まあ、どういう行動をするのか、まあ、こういう研究は、こういう学問は生理学っていうふうに言いますが、これをですね、脳で理解するっていうのがこの神経生理学っていう学問ですね。ただ現状を言っとくと、脳の研究している人のほとんどはこのニューロンとかシナプスとか、そういうので、理解しようとしてます。でこういうのをニューロン中心主義っていうふうに、私は言ってますね、ニューロン中心主義、まあ、これだからイデオロギーの世界なんですね。脳っていうのをどう考えるか、ドクトリーっていうのは中心主義っていうことです、だけど本当にそれでいいのかなっていうことです、でここに結局ニューロンでいくら考えてもこの生理学っていうのは理解できないっていう、ジレンマがあるんですね。で、まあ、ちょっと飛ばすと、生理学っていうのは要は働きっていうことなので、神経生理学っていうのはこの働く脳細胞っていうことになります。あの近所にね、うちの大学の近所に講談社っていうところがあって、講談社がこの働く細胞っていうバンドを出したんですね。でこれはすごい面白いんですけど、それにあやかってですね、働く脳細胞やりませんかって今オファーしているところですが、で、まあ、ちょっと細かいですが、その脳とコンピューターが違うところっていうのをこう上げていくとですね、この下側にあるこの4つの特徴、確かに脳っていうのは回路を作っていて、でその間で非常に精密な信号伝達をしてるんですね。でそれはシナプスっていうんですが、まあ、今日はその話はしませんけど、むしろですね、脳の中に、まあ、そのシナプス伝達ではない別の調節機構もあるんだっていうことなんです。でこれはまあそれぞれ名前がついてて、交配調節系とか、でそこで働いてる物質のことを神経収縮物質とか、それが実はシナプスみたいに、電話線みたいにですね、1対1でコミュニケーションするんじゃなくて、特定の発信相手を持たない、だから新聞とかテレビみたいに、まあ、誰が見てるか分かんないけどとりあえず発信するみたいな方法を取ったりするんですね。でそれって確かにあんまり精密じゃないし早くもないんだけど、実はこっちの方がその心の働きとかに重要なんじゃないか、人間らしさっていうのに、まあ、重要なんじゃないかっていう、脳とコンピューターは本質的に違うんだっていうことです。そう、なのでさっきご紹介したその AI っていうのは上側しか模倣してないので、全然こう脳の本質を捉えてないんですね。そうで結局ニューロンだけ研究しててもその脳の半分しか分かんないんだってことです。だからもう半分もちゃんと研究しましょうっていうふうに私は言っていて、でここにその組織という階層を一つ置かなきゃいけないんじゃないか、組織の生理学をやるんだということで、あの生体組織機能学研究室っていうのを、まあ、作ったわけですね。でここで重要になるのが、そのシナプスをつかまない相互作用ということですね。でこれは私は非シナプス相互作用というふうにちょっと難しく名前をつけて呼んでいますが、脳ってこう見てみるとですね、これは模式図ですけど、まあ、例えば、もちろんニューロンのネットワークってのは非常に重要ですけれども、これはまあ一部にですね、もちろん血管とか血流もあるし、それから今日ご紹介するグリア細胞っていうのもあるし、でその物質がこう伝わったり、あるいはですね、この脳の中にワイヤレス伝送、Wi-Fi とか Bluetooth みたいに、あるいはインターネット、携帯の電波みたいにですね、別にこう回路がつながってなくても、ただそばにいるだけでつながるっていうこともあるんだ、そういうことも発見しています。でそれから脳の中には大事な液体が詰まっていて、
で、その液体っていうのもただぷかぷか脳が浮いてるわけじゃなくて常にこうぐるぐる循環してるんですね。で、それがその脳内環境を常に保っている。で、あるいはそのある種の脂質、油ですね、も大事だってことが分かってます。なのでニューロン以外のプレイヤーっていうのがいっぱいいて、でこれがちゃんとこうみんな噛み合ってですね、相互作用するっていうことが脳が健康で、健康に働くっていう、あるいはその心の働きっていうことなんじゃないかというふうに、私は考えております、で今日はですね、この中でもクリア細胞についてちょっと注目したいのと、もう一つはこの脳脊髄液っていうのに、着目して、このピンクとブルーですね、お話を、していきます、で、まあ、脳ってね、いろんな脳があって、これは人の脳の、これ右下ですね、これちょっと気持ち悪いかもしれませんが、じゃがいもみたいなのもありますよね。これなんでこうなんだろう。で、大きいのは、クジラ、どっちかがクジラ、どっちかが象ですね。で、さっき見たマウスの脳はこの左上ぐらいにありますが、本当にいろんな形の脳があります、まあ、だけど似てるところもあって、例えば、まあ、色が似てるとか、右脳左脳があるのが似てるとか、内脳と呼ばれる部分と小脳と呼ばれる部分がある、似ているところはもちろんあります。だから、人の脳は別に特別だっていうことじゃなくて、マウスからずっと引き継いでいる、性質もあるんだっていうことですね、ただ違うところもありますよね。大きさは違うし、それからよく言われるのはシワですね。でシワが多い方が頭がいいってよく言われますが、これ実は誤解で、例えばイタチの仲間であるフェレットっていうのは、まあ、イタチなんですけど脳にシワがあります。一方で、霊長類、我々 の仲間である、コモンマーモセットっていう動物はですね、霊長類にもかかわらず、脳にシワがないんですね、だから別にシワが多いから頭がいいっていうのはこれは誤解なんです。で、この人の脳のこの大脳皮質を広げてみると、大体新聞紙1枚ぐらいだって言われてますが、まあ、皆さん想像してみてほしいんですが、それをこの狭い頭蓋骨の中に入れるとしたら、まあ、結局シワを作るしかないですね、ぐちゃってやるしかない、まあ、その程度の、まあ、ものだっていうことです、まあ、シワ程度ね。なのでこのシワが多いから頭がいいのは嘘だっていうことになります。ただ大脳皮質が非常に発達しているっていうのはやっぱり人の特徴ではありますね。そのおかげでですね、こういう嗅球とか匂いを処理する、ここ鼻に近いですか、それから小脳っていう、これは運動を司っているところですが、見えないですね、でもだけどやっぱり人間も持っているんですね。で、横から見てみるとそれが分かります。人間の脳にもちゃんと小脳があって、それから嗅球っていうのもこの辺にあります。なので、まあ、さっき見た海馬はこの真ん中と真ん中あたりにありますが、この大脳皮質っていうのが非常に発達しているのが、まあ、人間の特徴ですね。で、ここでそのものを考えたり、決断したり、あるいはそのいろんなその感情が生まれてくるっていうことなんですね。で、脳が面白いのはですね、この外部環境と隔絶しているというふうに書いてますけど、外部環境っていうのは、脳以外のものっていう意味です。で、例えば脳ってすごい頭蓋骨で守られてるし、それから科学的にも、脳の中に余計な物質が入ってこないように血液脳幹網という構造があったり、それから脳独自の、免疫システムを持っていたりというふうにですね、脳は非常に特殊な環境にあるわけです。で、さらにですね、その頭蓋骨の下でこの3つの膜があって、それを髄膜っていうわけですが、ゆで卵を剥いた時に下に出てくる薄皮みたいなものですね。で、これは上からですね、硬膜、くも膜、軟膜っていいます。で、先日漫画家の鳥山明さんがですね、この硬膜下血腫っていうので、亡くなりましたが、頭蓋骨の下でこう出血してしまうとですね、血の逃げ場がなくて、まあ、脳組織を圧迫してね、まあ、最悪は、まあ、亡くなってしまうわけですね。で、それからくも膜下出血っていうのもよく聞きますよね。これもだから脳の中にある膜、脳の上にある膜ですね、この下で出血があると、まあ、血の逃げ場がないんだ。だから非常に怖い病気ですね。そう。なので、硬膜下血腫とか、くも膜下出血ってよく聞きますが、これ実は、
脳と頭蓋骨の間にある膜の病気だっていうことになるんですね。まあ、これちょっと覚えて、もらえればと思います。でそれから脳の中には液体があって、これ脳脊髄液って言いますが、これむしろ透明なんですね。で実は血液から作られるということです。でこれはもちろんダメージの吸収で、あのお豆腐のパックが水に浸かっているのはあれ、お豆腐が崩れないようにするためですよね。で、脳の中で脳をですね、パカッとこう切ってみると空洞があります。でこれ脳室っていうんですが、脳室と言いますが、3つ部屋があって、まあ、4つか4つ部屋があって、で左右についてですね、側脳室っていうのがあって、で真ん中に第三脳室っていうのがあって、第四脳室があって、で脳全部こう循環していくんですけども、第一と第二はないのかっていうと、側脳室は、右と左に1個ずつあるので、これは合わせて側脳室っていうふうに言います。なので 1,2,3 ですね、うん、まあ、第一脳室とは言ったりしないんですけども、うん、でここに特殊な構造があって、脈絡層っていうんですけど、これ要はフィルターですね、うん、あのコーヒーのフィルターみたいな感じで、血液の中って赤血球とか白血球とかありますから、でそれを全部こし取って、ここでで液体にして、これを脳の中でこう循環させてるんですね。で成人では約 130ml だから、これじゃ多いな、ちっちゃいペットボトルよりさらにちっちゃいぐらいですよね、うん、それぐらいの液体が、常に流れて循環している。でどれぐらいの速さかっていうと、まあ、3時間で半分だったら、6時間で1回入れ替わるぐらいの速さで流れているということなんですね。でこれが常に流れて入れ替わっているというのが大事ということです、まあ、よく私は実川の流れは大事して、しかも心の椅子に荒らすっていう、あの工場機の一節がすごい好きで、なんですけど、川の流れみたいにですね、常に流れているというのは大事、よどんでしまうと、大変なことになるということです。でそれから脳が面白いのは血液脳関門というのを持ってますね。でこれはその脳の中にある今日の主役ですけれども、アストロサイトと呼ばれている脳細胞は血管をびっしり取り巻いているんですね。で関門っていうと、なんか一人門番がいて、ここは通さないぞってやってるイメージがあると思うんですが、脳に入ってくる血管一本一本全部をこうやってこう巻きついて監視しているということになります。でこれはだから脳の中にその余分なものが入ってこないように、例えば、グルタミン酸っていう物質があるんですが、これは脳の中で興奮を生み出します。だけどグルタミン酸っていうと、あの足の素にいっぱい入ってますよね。なのでお味噌汁とかラーメンとか食べると、そのグルタミン酸がいっぱいになるんですが、それが全部脳に届いてしまったら大変ですよね。転換状態になってしまいますから、でそうならないように、ここでバリアを作っていて、そのグルタミン酸が来たらこれは通しませんっていうふうになるわけです。で一方で、ただ通りやすい物質もあって、例えばカフェインとかニコチンとかアルコールとか、あるいは麻薬とかね、そういうなんかこう脳にあまり届いてほしくないものほどこの通っちゃうんですね。なのでこのアストロサイトがこう、 うまく選別してるんですけど、何を通して通さないかっていうのは、そのどういう基準で決まってるかっていうのはまだ完全には分かっていません、うん、なのでこれ問題なのは、例えばだからせっかくアルツハイマーに効く病薬を作りましたってなってもですね、通らないかもしれないですね、うん、でそこが問題です。で最近では、なので、これをうまく通るようにこうデザインしたりとか、あるいはこの通るこうカプセルにその薬を入れて、まあ、届けてやるとかですね、まあ、そういう工夫をしているっていうことです、うん、そうなので、よくこういう講演会に来るとですね、あの先生なんとかっていうサプリを飲んでるんですけど、これって本当に効きますかっていうのが聞かれるんですけど、もうちょっとわからないとしか言いようがなくてですね、これを超えられるかどうか、仮に超えたとして、まあ、超えたかどうかってどうやって測るのか、どうやって実験するのかっていうことになります。でそもそもサプリっていうのは、サプリですから、あくまで効いちゃったらこれ薬になっちゃうんですよね。で化粧品もそうだって言われてます。だから本当に美白になったら困るとかっていうまあそういうものだというふうに思って、まあ、ただ、まあ、飲むことでなんか気持ちがなんか若返って気持ちになるんだったら、それは飲んだ方がいいんじゃないかなというふうに思っ
ということで、その脳って面白いですね。で、まあ、脳も結局細胞からできているんだっていうのが、1800年代後半になってようやく分かってきました。なので脳科学っていっても非常に新しい学問なんですね。たかだか200年ぐらい、150年ぐらいになります。で、これはだから冒頭に言ったように、このドルジという人がこの脳の中を見る方法を発明しました。細胞といっても無色透明ですから、この見る方法というのはなかなかないですけれども、うまくですね、この写真を現像するような方法を使って、こう硝酸菌という方法を使って、こう脳細胞だけを黒く染める方法を、まあ、開発して、で弟子のカハールと一緒にですね、脳の中をこうつぶさに、観測したんですね。で、彼らの2人の功績が認められて、1906年にノーベル賞を取ったということなんですね。で、この時に使ってきたのがこのニューロンというものです。で、あの師匠のボルチはですね、これ全部融合してネットワークになっている網状説というのを唱えたんですけど、弟子はですね、これ実は一個一個独立してるんだ、ニューロンって言うんだっていうふうに、まあ、言ったって言って、あの師匠と弟子でですね、全く異なる見解を示して、このノーベル賞の受賞スピーチもですね、お互い攻撃し合うようなことを言ったっていう逸話が残ってます。で、実際どっちが正しかったかというと、後になってですね、1950年ぐらいになって電子顕微鏡という非常に微細な構造が見れるのが分かってきて、ここに隙間があるっていうのが分かったんですね。なので今ではそのニューロンというふうに言われてます。で、まあ、脳も細胞化できているんだということで、まあ、ニューロンは有名ですが、今日ご紹介したいのはこのグリア細胞ですね。このグリアというのは接着剤という意味なんですが、グリア細胞もいろんな種類があって、ミクログリアがあります。先ほど脳は独自の免疫システムを持っていると言ったんですが、このミクログリアがですね、脳の中をパトロールしていて、で何かこう見つかったらこれを食べたとしてくれるんですね。で、脳は先ほども言ったように、特にその外敵が体の部分と違ってですね、なんかこうウイルスが突然入ってくるとかってことはなかなかないんですけども、だけどゴミが溜まってしまうわけですね。で、例えば使わなくなったこう細胞の塊とか、あるいは、脳のゴミというと有名なのはアミロイド β っていう、その認知症と関連していると言われているタンパク質、まあ、本当はですね、そういうのは、普段我々の脳でも作られているんですが、まあ、こういうミクログリアとかをそれを食べて、きれいにしてくれてるんですね。なので我々、どんどん健康に働けるわけです。で、それからこのオリゴデンドロサイトっていうのはこのニューロンに巻きついてですね、ニューロンは、知っての通り電気活動してますが、このニューロンの電線をこう通って、運ばれる電気っていうのは、これ実はコンセントから取れる電気とはちょっと違うので、注意が必要なんですが、結構遅いんですね、その電動速度っていうのはね、人が歩くぐらいの速度しかないんですが、それだと全然情報早く伝わりませんよね。で、そのためにこいつはこれを巻きついてですね、この速さを調節してるんですね。で、このオリゴ電動のサイトが巻きつくことによって、400km ぐらい、最新鋭の新幹線ぐらいの速さに、100倍ぐらい速くなるっていうふうに言われてます。で、そのおかげで、なので我々が考えつくより前に体がこう動き出せる、まあ、そういうことができるようになったわけですね。さらに今日の主役はこのアストロサイトですが、さっき言ったようにこう血管を取り巻いてですね、血液導管を作ったり、それからシナプスを取り巻いてシナプスをお世話したりしているわけですね。非常に重要な細胞ということに、なります。これはちょっと後で、ご紹介しますが、先にですね、この脳脊髄液の話をちょっと認知症関連でしていきたいんですが、脳も細胞からできているんだ。で、先ほども言ったようにそのアミロイド β とかですね、それ脳の、老廃物、要はタンパク質なんですけど、どんどんできてくるんですね。細胞が活動すればいっぱいゴミが出る。それはまあ我々も一緒ですよね。生活してればどんどんゴミが出てくる。で、ゴミってじゃあどうしてるかというと、まあ、我々の生活だと毎週決まった時間に、外に出しておけば誰かが回収してくれるというふうになってるわけです。で、それがもし誰も回収してくれなかったら街の中がゴミ屋敷、ゴミだらけになっちゃうわけですよね。で、実は体の中でそのゴミを洗い流すっていう、
役割をしているのがこのリンパというやつですね。まあ、リンパを流すとかっていう体操とかがありますけれども、ところがですね、その脳にはそのリンパ管がないんだというのが昔から問題になってまして、でこの緑の根っていうのはこのリンパ管の所在を表しているわけですけれども、 なぜか脳にはリンパがないぞということになってます。で、脳だって細胞からできているんだから、いっぱい老廃物たまるよね。で、例えばアミロイド β ってどんどんたまるよねっていうことなんだけど、これどうやって洗い流してるんだっていうのがすごい謎だったんですが、これちょっと英語が申し訳ないんだけど、2012年ですね、アメリカの研究者だったですね、この先ほど紹介した脳脊髄液っていう液体が脳で作られて循環していく間に老廃物を洗い流しているんだということに気がついた、最近ですよね、かなり最近になってようやく気がついたんです。だから別に脳の中にリンパ管がなくても、その脳脊髄液が流れていれば洗い流せるんだということなんですね。で、これ言っているのはこのロチェスター大学、ニューヨーク州にある、ニューヨークって言うとみんなこのマンハッタン島を思い浮かべるかもしれませんが、ニューヨーク州ってかなり広くて、カナダの国境までニューヨーク州なんですけど、ナイアガラの滝がだから見えるんですけど、ちょっとここに遊びに行ったことがあって、で、この発見したのはこのネダガード先生っていうチャーミングな女性の先生なんですけども、行った時にですね、ぜひナイアガラの滝見た方がいいよって言われて、で、アメリカ側じゃなくてカナダ側から見た方が絶対綺麗だよって言われてですね、深夜バスに乗って陸路で国境を越えたんですね。怖かったですね。今思えばよくやったなと思うんですけど、ちょっと怖い思いをしました。だけど行ってよかったですね。で、カナダでナイアガラの方ですね、ここにあるんですけど、見てきました。もし機会があればね、ぜひあれは一回は見た方がいいかな。まあ、それはさておき、で、何を発見したかというと、その脳の中には水を運ぶ通り道があるんだ。これはアクアポリンって言うんですね。で、アクアポリンの中でもその4番が特に重要だということを発見しました。で、これマウスの脳を、切って正面から見てるんですけども、その例えば脳脊髄液に、蛍光色素を入れてやるとこういうふうに広がっていくんですね。で、脳脊髄液って脳表面を流れてるんですけど、この脳の中にも浸透してくるわけです。で、これが、最終的に脳全体を浸して、で、こうきれいにしてくれるわけなんですけども、このアクアポリンがうまく働かない、このマイナスマイナスっていうのは生まれつき持ってないっていうことです。なので遺伝子を操作してですね、このアクアポリンが働かないようにしてやると、この表面にしかやっぱりいられなくて中に入ってきてくれないんですよ、で、これが重要なということなんです。で、このアクアポリンっていうのが、この血管沿いにこうずっと並んでまして、で、これ持ってるのが、先ほども紹介したこのアストロサイトっていう脳細胞、グリア細胞なんですね。で、このアストロサイトは血液、脳関門も作ってますが、水の通り道も提供しているわけです。なので、こうやって脳表をこう流れてきた脳脊髄液が、この血管沿いに脳の中に入っていて、アストロサイトの許可を取ってですね、この脳の中に入っていくわけですね。で、そうするとこの辺にこうゴミがあるんですけど、このゴミをですね、スーッとこう洗い流して、高圧洗浄みたいなものですね、じゃあこう流してくれる感じ、それで我々の脳の中がゴミが止まらないんだっていうことです。で、これをですね、グリア細胞がになっているリンパ系っていうことで、英語風に言うとですね、グリーンパーティー、まあ、グリンパですね。ちょっとダジャレみたいなもんですよ。リンパとグリアをかけて、グリンパっていう名前を付けたということです。で、これが結構、流行ってるわけです。今業界ではね、ノーベル賞を取るかもしれませんと言われてます。まあ、ということで、そう、脳表から来たこの液体がですね、この血管沿いに脳の中に入っていって、アストロサイトが持ってる水チャンネルを使って脳の中に入っていって、で、この辺にあるゴミをこう動脈側から静脈側にこう洗い流す、こういう循環のシステムがあるんだよっていうことですね。で、その中で水が流れてるって言ったんですが、じゃあ常に流れてるかっていうと、実はその体の状態によって変わるんだっていうことで、これもちょっと英語の論文の引用で申し訳ないんですが、
これ左上はですね、これ、睡眠ですね。で、オレンジがこの起きてる時なんですけれども、睡眠をとるとマウス、これマウスが、睡眠をとると今まで脳表面に張り付いてた液体がふわっとこう広がるっていうですね、中に入っていく。あるいは、麻酔をしてやると中に入っていく。つまり起きてる時はあんまり脳の中の液体ってのは動かないんだけど、その寝てる時によく流れるんだということです。うん、でこの右側はじゃあ寝てるとか起きてるって何だかっていうと、このノルアドレナリンっていう物質が重要だってことなんですね。でこれを受け取れないような薬を、打ってやるとちゃんと広がったっていうことなんです。まあ、というようなことが細かいそのメカニズムが分かってきてですね。うん、つまり睡眠っていろんな意義がありますけど、実は寝てる間に我々脳の老廃物を排出してるんだ。分かってきたわけです。ちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、さっき言ったように液体がこう入ってきて流れるんだけど、この流れ方っていうのが実は起きてる時はあんまり流れないんだけど、寝てる時にこうジャブジャブ流れてる。それでこのゴミを洗い流してくれてるっていうことなんですね。でこう下の図に示すようにね、起きてる時はこれ右側が起きてる状態ですけど、あんまり流れないっていうことが分かった。じゃあこれまあ最近ではですね、まあ、起きてる時の方が流れるんだとかって言ってる人もいるので、まあ、なかなか難しいんですが、まあ、少なくとも、まあ、あの寝てる時には、よく流れてるということで、うん、これまでですね、睡眠にはいろんな意義があるんですが、実はその脳の中を掃除する時間だったんだということが、まあ、驚きです、ね。でこの、まあ、脳の中のゴミはそのアミロイドデータで、最近出た新薬、レカネマブ、これ抗体医薬品っていうやつで、抗体っていうのはまあ、すごくワクチンの話ですごく有名になったと思うんですが、特定のタンパク質にくっつく、物質です。つまり我々が例えば病気になったら、風邪とかを引くと、その風邪のウイルスが持っている、これが風邪のウイルスだとしたら、こうなんか特定のこうタンパク質をこう持っているんですね、風邪のウイルスがね。で、これを体がその、体の免疫システムがこいつを認識して、こいつを攻撃するような、抗体というのを作るわけです。なのでタンパクなんです。タンパク質標的はね。で最近開発されたこのレカネマブってやつも結局抗体なので、このアミロイド β というこのタンパク質を攻撃すると、くっついて働かないようにするっていう薬なんです、ね。うん、だけどまあ大変ですよね。脳の中にいっぱいアミロイド β ありますし、それからすごく高いですね、この薬で。しかも、効くか効かないかよくわからない。でそもそもですね、アミロイド β は確かにアルツハイマー病と関係はあるんだけど、直接の原因かどうかってはまだちゃんと分かってないんですね。なのでこのレカネマブを取ったからといってその認知症が改善するかというと、それはまた違う話で、どっちかっていうと予防ですね。なので、まあ、若いうちから、まあ、レカネマブを取り続ければひょっとしたら認知症にならないかもしれないんですけど、ただこれの薬の価格は非常に高いです。で、それをじゃあ死ぬまで取り続けるっていうのが、これ、まあ、保険で適用なわけですが、非常になんか医療費を逼迫してしまうので、ちょっと危惧してます。でも私の提案としてはですね、また最後に話しますが、こういう体っていうのはその自分でこの綺麗になるシステムを持っている。自浄作用と言えますか、自己治癒力と言ってもいいかもしれません。でこういうのをうまく活性化することで、これ薬に頼らない、つまり結局お医者さんがやってることも、この薬がやってることっていうのも、その自分で治る力をその活性化することに手助けしてくれるだけなんですね。だから体っていうのは自分で治る力を持ってるんです。風邪ひいても、まあ、薬飲めばもちろん早く治るけど、飲まなくたって治る。それは体がもともとその
治癒力を持っているからですよね。で脳の中にも自分でそのゴミを掃除する機構があるんだっていうことです。でこれをうまく利用してなんかこう薬に頼らずにその脳の老廃物を排出したりできないかなっていうふうに、私は今考えているところですね。はい、でそこで重要なのがこのグリア細胞になっていくわけですが、だんだん時間がなくなってきたのでちょっと軽めにね紹介していきますが、例えば頭がいいっていうとさぞかしこう脳がぎっしり詰まってるんでしょうねって皆さん思われがちだと思うんですが、2018年にドイツでやられた研究によってですね、まあ、頭がいいって言ってもいろんな指標があるので、まあ、一人には言えないですが、例えばまあ IQ が高いとか低いとか、まあ、そういった集めてきて、まあ、何が低いなのかっていうのは分からない論文に書いてないんですけど、見てみるとですね、実は IQ が高い人の方が脳の中のニューロンの密度が低い、回路がすっきりしている、シンプルだっていうんですね。要は頭を効率的に働かせられるっていうことなんですけども、だけどこの大脳皮質っていう部分の体積は大きくなってるんですね。なので体積は大きいのに密度が低いってことはこれ脳がスカスカしてるって言ってもいいかもしれません、おかしいですよね。その頭がいい人ほど脳がスカスカしてるんだって言われるとえっ？ってなりますけど、ここで思い出してほしいのはその脳の中って別にニューロンだけじゃないことっていうことなんですね。で実際体積増えてますから何か別のものが増えてるはずなんです。でおそらくそれがグリア細胞ではないかというふうに考えられています。でグリアっていうのは、これ日本語で書くとニカワっていう感じなんですね。でニカワっていうのはあのレンガとレンガの隙間を埋めてるパテみたいなやつで、接着剤っていう意味です。でだからこのゴルチとかカハールとかっていうこの指定がですね、実はこのグリア細胞をスケッチしてるんですが、当時は何してるかさっぱり分からなかったの で、まあ単に接着剤だろう、ニューロンの隙間を埋めてるんだろうということで、グリアっていうちょっと不当な名前が付けられてしまったわけですね。で、例えばラットでは4分の1くらいが、40% くらいが、グリア細胞で、さらにその、全体のそうです、ね、20% くらいが、まあ、ストロサイトで、このアストロサイトが非常に面白いのは、これもちょっと英語で申し訳ないですが、横軸に、いろんな動物種を取ってきます。ヒル、線虫、カエル、マウス、ラット、猫、人っていうふうに、まあ、どんどん脳が複雑になっていくんですけれども、これ縦軸にですね、この大脳皮質におけるニューロンとアストロサイトの比を取ってみると、つまり1を超えるってことはニューロンよりもアストロサイトが多いっていう意味です。そうするとですね、猫人あたりで1を超えてくるんですね、で人ってのは結構ダントツの多いわけです。でこれを見るとそうか、頭がいいっていうのはおそらくグリア細胞、特にアストロサイトが重要なのかもしれないというふうに思えてきますね。で最近のそれを受けてですね、最近の研究ではそのマウスの人のアストロサイトを、まあ、直接見て比較してみたっていう研究なんですね。で、アストロっていうのは星っていう意味です。で、確かにこれ骨格見てみるとちょっと星みたいな格好をしてますよね。いいですよね、脳の中に星がある僕のスターって感じなんですけど、まあ、実際はこれ骨格ですから、で肉付けしてやるとこういうふうにこうもっともちゃもちゃしてるんですね。なのでこれなんかこうたわしみたいなスポンジみたいな格好なので、本当はたわし細胞とかって言った方がいいのかもしれませんが、まあどっちを見てもですね、これ黄色でこれスケールを書いてるんですが、これ同じスケールなので別に引き伸ばしたわけじゃないんですよ。なので人のアストロサイトがいかに複雑で大きくて特急感を持っているかっていうのが分かると思います。でこれ問題はですね、そのニューロンっていうのはどの科学者が見てもそのこれがどれマウス由来なのか人由来なのかよくわからないって言われてるんですけど、こういうふうに人のアストロサイトっていうのは全然違うってことになるとこれ問題なわけですね。でしかも、まあ、ちょっとこう飛ばしていくと、こう人にしか見つかってない、人と地区のチンパンジーでしか見つかってないアストロサイトもあるっていうことなんですね。でこれ実に怪しいですね。でこれがこういうふうな形をしていて、非常にこう長い突起を持ってたりして、すごいちょっと特殊なやつがいるんですね。でこういうのに、ね、いち早く気づいた、これも海外の研究者ですけども、
ちょっとマットな、ちょっとマットな研究ですが、グリア細胞の前駆体、これ胎児から取ってきた、グリア前駆体をですね、マウスに移植するっていうね、さっきの脳移植じゃないですか、これはグリア細胞移植でした。そうするとですね、このマウスの脳の中でこうどんどんこう成長してアストロサイトになって、でもちろんマウスの脳の中には自分の、アストロサイトもいたんですが、それが全部駆逐されて、隅っこに追いやられてですね、脳の一部がこう人化するっていうですね、すごい実験ですよね。でそういうマウス、まあ、キメラマウスといいますが、そうやってできたマウスで、例えば記憶力を測る試験をしてやると、なんと 2.5 倍ぐらい賢くなったっていうですね、そう、なんかこう、アルジャーノンって花太郎じゃないですけど、なんかこういう天才マウスを作ることに成功した。で、これはもうアストロサイトだけでできたということなんですね。で、それから極めつけは、このアインシュタインの脳ですが、アインシュタインって、あの死後ですね、脳が勝手にですよ、世界中にばらまかれたんです。で、ひどい話で。で、何か違いがあるんじゃないかというふうに、まあ、みんな見つけようとして躍起になったんですけど、ほとんど差が見つからなかった。でただ、この、グリア細胞を数えてみるとですね、普通の人よりも2倍ある領域があったっていうですね、でそれが A とか B とかっていう領域で、まあ、ここがですね、そのひらめきとか、創造性に関与する場所なんじゃないかっていうような自然説もあるんですけども、まあ、これも、まあ、結局アインシュタインって世界に一人しかいませんから、ちょっと科学的にこれを採用するのは難しいんですけど、まあ、話としては面白いですね、そうなのでアストロサイトが結構重要かもしれないというふうに、見直されてきています。で、じゃあなんでこんな大事な細胞が今まであんまり注目されなかったかというと、電気を発生しないからなんですね。そうなので先ほど言ったその脳波とかではこの細胞の活動を測ることができないんですよ。で、じゃあ実際脳の中何しているかというと、一言で言うと血管としてのインターフェース、これをつないでいるわけですね。で、脳って非常にエネルギーを食う臓器でして、脳って 1300g ぐらい、だから体重の 2% は脳なんだけど、基礎代謝の 20% は脳が使っているっていう、体重の 2% しかないんだけど、基礎代謝の 20% すごいですね。非常にエネルギーを食う臓器なんですね、脳というのは。で、ほとんどがこうニューロンが使ってるんですけど、このニューロンが、まあ、使ってるエネルギーっていうのは皆さんご存知の通りブドウ糖です。グルコースと言いますか、お砂糖ですね。そう、なので糖質制限はしない方がいいと思ってるんですけど、とにかくニューロンは自分ではエネルギー取れないので、このブドウ糖ですね、血管からやってきたやつがアストロサイトが吸収してニューロンに渡してあげている。それからニューロン活動するといっぱい老廃物が発生しますけれども、まあ、基本的には出したら出しっぱなしなので、それをですね、まあ、アストロサイトが全部回収してくれてるわけですね。だからいいですよね、ニューロンは気ままに仕事してりゃいいんだけど、自分ではご飯も食べられないし、お片付けもできないし、とんでもないです。で、それをですね、このアストロサイトが、はい、ご飯ですよ、はい、片付けますよってやってくれてるということで、まあ、脳の保護者と言ってもいいかもしれません。で、まあ、でですね、そのへそを曲げてアストロサイトが、もう私仕事しませんって言ったら、ニューロンはひとたまりもないわけですよね。で、事実、いろんな疾患が最近ではその精神疾患とか認知症とかがこのグリア細胞の機能不全だとかアストロサイトとかアストロサイトの、機能不全だということが、分かってきてます。で、例えばこの実験ではアストロサイトがうまく働かないマウスっていうのをやってみるとですね、マウスにこうちょっと2週間ずっとストレスをかけ続けるんですね。で、マウスがどれくらい元気かっていうのをこう尻尾でこうぶら下げて、どれくらいこううまく、元気に動き回るかっていうのを測ります。で、これ上に行けば行くほどだから元気がないっていうことなんですけど、ストレスをかけると確かに一時的にちょっと元気なくなるんですが、ほっとくとまた元に戻るんです。これがだから自己治癒ですよね。自分で元に戻れる、まあ、皆さんも嫌なことがあってもですね、なんか美味しいもの食べたり一晩寝たりすると元気になったりする、だけど、このアストロサイトがうまく働かないマウスは、そもそもですね、ストレスに対して過剰に反応します。しかも、もうストレスなくなっているのに、まだ治らないんですね。というように、このアストロサイトがストレスから回復するということに、重要かもしれない。こういうの、
レジリエンスって言ったりしますか、復元力ですね、こうバネがこう元に戻るみたいな感じですね。なので、まあ、人によっては本当に美味しいもの食べて一晩寝たらケロってする人もいれば、こういつまでもこうゆるゆるしちゃう人もいて、その違いって何なのかな、もしかしたらこのアストロサイトの働きにあるかもしれませんね。で、私が自分でやった研究としてはですね、まあ、さっき言ったこのブレインテックの一部なんですけど、脳を刺激する、なんかこう脳がもともと持っているそういう潜在的な回復力みたいなのを活性化できないかなというふうに思ってます。で、これ真面目に研究されてて、ちょっとした電気を流すんですね。で、まあ、電気ショックっていうとなんかこう嫌なイメージがありますが、非常に弱い電気を流すとうつ病が治ったり、アルツハイマーの進行がゆっくりになったり、それからリハビリが促進したりといういいことばっかり、あるいはその船酔いが治るとか耳鳴りが治るとか、まあ、いろんなこと言われていて、これ現代の黒魔術じゃないかっていうふうに言われてます。で、ただ健常者でも例えばスポーツ選手とかが試合前にこうちょっとこう脳に電気を流すとスコアが上がったりするらしいんですね。それが何でなのかっていうのはよく分からなくて、まあ、未だにこう医療行為としてまだ認可されてないんですよ。なのであんまりこう病院でこれやってほしいっていうのはまだできないですよ。で、ただ、まあ、なぜ効くかっていうのをこれ私研究一生懸命やったところですね、アストロサイトが重要な働きしてる。で、しかも、このノルアドレナリンっていう物質がね、結構鍵を握ってるんじゃないかってことが分かった。これは2016年にした研究です、うん、なのでこうアストロサイトが例えばうまく働かない場合ではこういくら電気刺激しても全然意味がないとか、ニューロンの活動が変わらないんだっていうことが分かったんですね。なのでアストロサイトすごい大事だということです、うん、で例えばこの電気刺激で本当にいつが治るのかっていう研究をしてみるとですね、これもまたストレスをかけて、5日間ストレスをかけて、どれぐらいこう暴れ回るかっていうのが、なので上に行けば行くほど打つ傾向が高いっていうことなんですけども、やっぱりストレスすぐ打つになります。で、ほっとくとどん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 打つが高まっていくんですけど、これずっとストレスをかけていくとね。うん、だけど、ここで一発こう電気刺激するとちょっと良くなる。完全には治らないんだけど、ちょっと良くなるっていうことですね。で、だけど、例えば電気刺激したとしても、ノルアドレナリンを受け取れない薬を、投与すると全然働きが効かないし、それからその先ほど言ったそのアストロサイトがうまく働かないマウスでは、全然効果がない。で、しかもそもそもストレスに対してすごく、敏感だっていうのがありますね、うん、で、これがですね、ついに、つい先日5月に、うちの研究室でやった研究なんですけども、この微弱な電気刺激っていうのは実はそのアストロサイトに効いてるだけじゃなくて、この脳の老廃物を排出する脳の中の水の流れにも効いてるっていうことを発見しました。で、先ほど紹介したようにこの脳の中で水が流れていて、これがそのアクアポリンっていう水の通り道を通って脳の中に入ってきてっていうところにアストロサイトが重要な働きをしてるっていうのをご紹介したと思うんですが、ここにですね、こう電気刺激をしてやると、今までこうゆっくりしか流れてなかったのが結構早く流れるようになるってことですね。で、しかもちゃんと、首のリンパをモニターしてやるとですね、脳の中に入れた、老廃物がたくさん流れ出てくるっていうことなんですね、ということは分かりました。ということで、まあ、ここでそのレカネンバーとの話をしたときも、脳ってもともと自分でこうやってきれいに機構を持ってるんだから、これをうまく活性化することで高い薬に頼らなくても、このシンプルな方法でひょっとしたらその脳をもともと持ってる自己治癒力をね、活性化できるかもしれないということで、これはもちろんあのマウスの研究なので、まだまだこれから、ちゃんと研究を続けていかなきゃいけませんが、まあ、こういう方法もあるんだっていう。まあ、そういう意味でそのグリーンテックっていうのは非常にあの今注目が集まっていて、テクノロジーとうまく融合することで脳の機能をもっとこう改善できるんじゃないかっていうことです、うん、とはいってね、もうね、まあ、普段からこう電子刺激するのは難しいので、まあ、なんか普段からできることはということで、
今日学んだことはですね、脳が柔らかくしなやかに保たれるためにはアストロサイトが重要だということは分かったと思うんですが、残念ながらですね、アストロサイト増えないんです、増やす方法はないんですが、今あるものを活性化させることが肝心だと思いますね。でここで重要なのが、その脳のアドレナリンっていう物質だということが分かりました。じゃあこれ、なんかサプリで取りますか、注射しますかというと、そんな必要はなくて、実はこれ毎日脳で作られているんですね。でじゃあどういう時にこの脳のアドレナリンの放出が高まるかというと、この新しい環境っていうことなんですね。で、新しい環境に身を置くとですね、このアストロサイトが活性化して、で脳が柔らかく、柔軟に変化するっていうですね、まあ、年を取ると、その石頭とかって言われますけれども、ちゃんと新しいことをやれば脳は変化できるんだっていうことです。なので、まあ、こういうトークに参加してみたり、新しい人と出会ったり、読書とか映画とかでもいいし、私がおすすめしてるのは、海外旅行に一人旅に行くとかね、それからわざと道に迷う、ちょっと旅行が難しければ、自分の家の近所でもいいので、ちょっと一本違う道で入ってみるとか、もし時間があれば、ちょっと知らない街に行ってみて、ブラブラ歩いてみるとか、まあ、そういうのでもいいんじゃないかなというふうに思ってます。そうするとですね、このアストロサイトが脳のアドレナリンが放出されて、アストロサイトが活性化するんだということです。でそれがここに書いてますね、今からできる、ストレス解消法とかということで、人々たりまたは道に迷っているということで、これが、非常に、良い方法ですね。で、巷では幸せホルモン、セロトニンと言われてますけども、これなかなか増えないんですけど、このリズミカルが運動している時だけ増えるというものになってます。なので歩いたり、それから体操したりとか、なんかキャベツを刻むのもいいって言われてますけど、とにかくなんかこうリズミカルな運動をすると出てくる、それから探索をするとですね、アセチルコリンというのが出てきます。でこれは記憶とか学習に非常に重要なんですね。でアルツハイマー病の患者さんの死後脳を調べてみると、アセチルコリンを放出する部分がきれいになくなっていたということが分かっています。なのでこれをちゃんと出すことが大事ですね。それからさっき言ったこの新しい体験をすることで、この脳のアドレナリンが出てきて、アストロサイトが活性化しますし、それからさ、巷では快楽ホルモンと言われているドーパミンですね。ドーパミンが出てくるとワクワクドキドキするわけです。なので、例えば海外旅行に一人で行ってみるとか、これ一人ってのは重要なんですけどね、能動的に行動するとかないですか、あるいは道に迷ってみたりすると、こういうことが同時にできるわけで、非常に脳が活性化する、ストレス解消にもなるんだということです。なので、まあ休みの日っていうとこうなんかグラグラしたくなっちゃいますが、実はこういうふうに新しいことをした方が、ストレス解消になるんだということですね。ちょっと時間がないので最後にメッセージとしてですね、この九州大学医学部の藤野先生が提唱しているこのブックスっていうのを紹介したいと思います。でとはいえですね、何か新しいことをしたいと思っても脳が疲れてたらできないんだ。で現代人は慢性的な脳疲労状態だと言われてます。情報の海にさらされていて、常にこうひっきりなしにこう通知が鳴ったりしてね、脳が疲れてる。じゃあどうするかというと、3つの原則を守ってくださいってですね。で第一原則は、たとえ健康にいいことでも嫌であれば決してしないといいですね。で第二原則は、たとえ健康に悪いことでも好きでたまらないからやめられないことはとりあえずそのまま続けよう。でも大事なことで、禁止を禁止するっていうことですね。そのこうしてはいけないとか、こうしなければいけないっていう、そういう気持ちが脳を疲れさせるっていうことです。でもこれだけだとただの堕落なんですけど、第三原則がいいですね。健康によって、しかも自分がとても好きなことを一つでもいいから始めようっていうことです、ね、これが非常に素晴らしい。なのでまず何かする前に、脳が疲れてるなと思ったら、まずは脳を喜ばせようっていうことですね。そこから何か新しいことを始めてみたらいいんじゃないかっていうことです。でもちょっと全部は紹介しきれなかったんですけども、まあ、こういうことはですね、私の書籍とかでも書いてますので、ぜひ参照していただければなと思いまして、はい、今日は、ね、短い
近い時間でしたけれども、ご清聴どうもありがとうございました。今後どうも。